六号政官は、江戸時代末期の大名。では国本総藩の、第十一代藩主。官位は、十五位下、兵庫頭。維新後、治藩寺、死者区。海元年十月三日、第十代藩主、六号政院の長男として誕生。文久元年六月五日、父、政院の死去により、家督を相続した。文久二年十二月一日、第十四代将軍。 徳川家持ちに配越した。同年12月16日、十五位した兵庫頭に除任する。慶応2年4月15日、江戸の警備を命じられる。慶応4年、一時的に奥越列藩同盟に参加したものの、脱退した。同年7月、新政府に組みして、幕府方の省内藩と戦うことになった。しかし、そもそも兵数に劣り武器も、旧式などであったため、 省内藩の軍勢に敗れ、8月6日には本城城に火を放って敗走した。聖藩らは久保田藩に避難した。同年9月11日、王渦武総督府から見舞い金3000両を賜る。同年9月下旬、明治政府の援軍によって反撃に転じ、本城城を奪回した。明治2年6月12日、母親戦争での功績を称されて、 平成一万国を賜った。明治2年6月22日、半石奉還に伴い、地藩寺に就任した。明治4年7月15日、廃藩地県により、地藩寺を解任された。同年8月22日、東京に移る。明治17年、死者区となる。晩年は、故郷の本城で過ごし、明治40年7月23日、即居。享年6 ありがとうございます。